中高年の味方、じじ雄三です。ですね、本日はですね、今日、2021年の2月5日、金曜なんですけど、まあ、新聞のですね、朝刊にですね、このコストコ熊本ミュネ店2021年春オープンということで、もうこの大きいチラシが入ってました。こういう感じですね。まあ、熊本にですね、春ということなんですけど、春だからまだもうすぐですね。今が2月ですから、まあ、3月か4月にはオープンすると思います。まあ、それにですね、このコストコの場合はですね、こちらの絵にちょっと写真にあるようにですね、これはガソリンスタンドですね。日本でいうガソリンスタンド。まあ、アメリカ的にはですね、ガスステーションと言いますけどね。これはですね、チラシの内容を見ますとですね、こちらの方にはですね、こちらですね、ガスステーションと書いてありますね。ガソリンスタンドとは違って、アメリカの場合はガスステーションですね。これが2月にオープンということですね。2月にオープン予定ですね。だから2月だからもう今月が2月ですからね。だけど2月の何日では書いて、まだ書いてないですけど、2月今月オープンということですからね。近いうちにオープンするんだと思います。だからこういうことでコストコですね、熊本御船店のオープンは春ですけど、このさっき言いましたコストコのガスステーション熊本御船はですね、2月にオープンします。まあ、皆さんもご存知と思いますけどですね、このコストコはですね、ただこう買い物さって行っては、買い物できないんですよね。誰でもできないです。ここのコストコはですね、まあ、皆さんもご存知だと思いますけどね、このコストコはメンバーズショップなんですよ。メンバーズショップ、まあ、私がですね、一応持ってます、ここですね。これがないと入れません。で、人数も制限されます。今現在はですね、ちょっとコロナでですね、この1枚持ってる人本人とですね、もう1人みたいですね、今はですね。本当はもっと人数は多いんですけど、一応1名で家族じゃないとダメみたいなことを書いてあります。まあ、だから、熊本御船倉庫店がそうするかどうかはちょっと分かりません。そこまではこのチラシの中に書いてありませんけどですね、通常の店ではこれ1枚に1人ですね、家族1人ということで2名しかダメということですね。だからこれにはですね、コストコの場合はそれと家族券があります。それもまあ、おそらく皆さんも家族券を作られると思います。作っとられれば家族券にもプラス1ですから、まあ、このカードと家族券を含めて4名様入店ができるということですね。それがないと倉庫には入れませんから、買い物できませんから。だから皆さんももしここでですね、コストコのいろいろ商品あります。まあ、商品にちょっと紹介しておりますね。紹介してあります。まあ、そういうのを買い物行こうと思えばですね、やはり最低このカードを作らないとダメです。これには一応写真がついてます。ちょっと個人情報でいろいろこうしてますけど、こちらで写真がついてます。だからこれがないと入り口でですね、確認されますからですね。だからコストコのメンバーですね、メンバーになる人は、まあ、こちらがですね、一応ゴールドスターメンバーといいまして、個人のですね、あとビジネスメンバーと、まあ、この上のですね、もうちょっと金額が高いですね、メンバーズカードがあります。一応普通は最初これから入られると思います。これがですね、ゴールドスターメンバーズといいまして、4840円です。4840円ですね。それを今早割としましてですね、オープン前ですからね、オープン前に早割としまして、1000円をですね、これが4840円
4840円のところを1000円引いて3800円で入会できます。早割ですね。だから皆さんもまだカードをお持ちじゃなくてですね、こういうのに興味あればですね、早割と書いてあります。早割で1000円オフということで書いてあります。だから今入っとかれれば一番いいと思います。今ですね、熊本事務所もですね、まだ春ですから、まだ全部できておりませんからですね、熊本の場合は今ですね、コストコ熊本御船倉庫店の仮事務所がもうあります。それはですね、まあ、熊本ではですね、御船町ですね、御船町の恐竜博物館内のですね、交流ギャラリーにですね、このコストコの熊本御船倉庫店の仮事務所があります。だからそこで発行してもらうことができます。まあ、その前にですね、これはインターネットですね、まあ、インターネットで仮登録をしてからですね、仮登録をしてそれを持ってここに行ってもらえば1000円引きということですからね。まず仮登録が必要ですから、まあそれとですね、まあ、ちょっとついでですからですね、これね、アルバイトも募集していらっしゃいます。アルバイトですね、アルバイト、短期アルバイト募集で1300円ですね。1300円だから熊本ではまあ高いと思いますね。週に2週20時間から30時間、それとは別にですね、メガネコンタクトレンズ販売員、これ販売員ですね、これもこれは1300円以上ですね、まあ、資格がありますからね、1300円以上で募集してます。こちらも今募集してます。すとこの、まあ、大雑把にですね、まあ、店に行けば分かるんですけど、こういうですね、商品、まあ、こういう商品があります。そしてこちらがこれは寿司セットですね。これだけついて2678円ですね。でまたこれがこういう感じで、ちょっとこっちから見にくいんですけど、映りますかね。こういう感じで今コストコで有名な商品があります。まあ、そういうところでですね、まずはこの会員にならないとですね入れませんから、まあ、皆さんもよかったらですね、まあ、熊本、その代わり条件がですね、この1000円引きは熊本県内の方です。熊本県内の方です。他県の方はこの1000円引きはありません。だから通常の価格になります。まあ、そういうことでぜひですね、熊本県内の方入られたらどうかということで、まあ、私が個人的に勧めてもどうこうということはないんですけど、一応試しにですね入られてくださいと、まあまあ、中に入ればですね、初めての人はびっくりされると思います。まあ、だからあんま言うとですね、びっくり度が低くなりますからですね、あんまりもう言いません。だけ会員になって入ってどうかというびっくりですね、そこが楽しみで、まあ、ちょっと金額がですね、会員の金額がかかりますけどね、1年間です。1年間でまた2年目はやります。そういう感じですけど、できたらですね中に入ればびっくりされます。一応まあチラシ載ってる分はちょっとこう紹介だけしておきますね。これが、人気のフードコーダーメニューですね。今ホットドッグ、これが180円、ホットドッグの180円、ちょっとやばい、ホットドッグ100 180円で、これにはですね一応ソーダがつきます。ソーダがですね、ソーダはおかわり自由ということが書いてあります。まあ、この180円は非常にですね、まあ、これはもう載ってますからね、ぜひ行ったら買い物の後に食べられてくださいですね。それと一応これよりも書いてあるように、プルコギベイクですね、するとフードコートピザとかあります。プライスホールですね、こういう感じであります。こちらもなかなかまあ、買い物して、まあ、倉庫ですからね、動けばお腹すきますからですね、ここで、まあ、一服というか、これを食べて帰られるのにはちょうどいいかと思います。まあ、そういうところで今日はですね、コストコがですね熊本にオープンするということで、
こちらのコストコですね、熊本御船店、2021年春オープンということで投稿しています。まあそういうことで興味ある人はぜひ行かれてください。して余裕があればこういうカードも作られるといいかと思います。私は会員券とカードクレジットも作ってます。まあそういうことで私はオープンしたら行こうと思ってます。まあだからオープンの時がですね、人数があまり密だったらちょっとコロナでですね考えますけど、一応行って密だったらもう帰ろうかなと思ってますけど、そういうことで、2021年春ですね、あのコストコ熊本御船倉庫店がオープンします。ぜひ皆さんもですね、まだ行ったことがなければですね、まず会員券を作られて入られてください。まあ、入店会員になられてください。そういうことでちょっと買い物されてみてください。まあ、中に入ればびっくりすると思います。まあ、そういうところで今日は投稿終わらせていただきます。最後まで聞いていただいた方ありがとうございます。まあ、あの次回はまあちょっとオープンの時になるかと思います。で、最後のお願いですけど、チャンネル登録もですね、ぜひよろしくお願いします。ということで終わります。ありがとうございました。どうも失礼します。